甲子園の夏が今始まりました。ライトの入場ゲートです。各校はここから姿を見せます。キャプテンが地区大会の優勝旗を、その後ナインが3列でつくことになっています。胸に真っ赤な大きなバラ、今年もまた私立西宮高校の女生徒が先導を務めます。61人が参加、プラカードを持つ生徒は50人。今年は兄弟でプラカードを持つ女生徒もいます。先輩たちが昭和24年から勤めていますが、1日だけ歩き方などの特訓を行ったそうです。深紅の大優勝旗が入ってきます。しかし一人です。去年の優勝校、報徳学園キャプテン豊永哲也3年生。みんなで優勝旗を返しに来たかった、残念です、そう話していました。さあ各校の入場行進、今年は南から、まずは沖縄興南高校、3年連続5回目、7月18日、全国のトップを切って甲子園に初名乗り。鹿児島からは鹿児島商工高校、春夏連続3回目、新チーム結成以来、県内九州で負け知らずです。宮崎からは都城高校、3年ぶり4回目、逆転の連続で掴んだ甲子園、こういうチームが怖いんです。セメントとみかんの町、大分県津久見市から津久見高校、2年連続10回目。春夏1回ずつ全国制覇、小島監督引退の花道に深紅の大優勝旗を添えることができるかどうか。5番目は熊本工業です。根性闘魂をモットーに2年ぶり8回目、九州男児の思い切ったプレーを期待しましょう。水害の最もひどかった長崎から佐世保工業、4年ぶり3回目。閉会式ではスタンドを含めて全員が黙祷を捧げました。このナインたちの活躍が少しでも励みになればと思います。佐賀からは佐賀商業、3年ぶり7回目。チーム打率はなんと4割1分8厘、参加49校中最高の数字です。怖いチームです。福岡鉄の町八幡から八幡大学附属高校、春夏連続出場、夏は3年ぶり2回目。甲子園ではまだ白星なし、まず1勝が目標です。方針は四国に移りました。高知商業、2年ぶり13回目、高知の囲碁層が意地を見せてやってきました。春夏通算25回目の甲子園、県下の最多出場です。愛媛からは川之江高校初出場、上の町川之江市から来ました。春は51回選抜で甲子園に、ベスト8の大活躍でした。フレッシュイレブンが戻ってきました。49年選抜準優勝、徳島の池田高校、3年ぶり3回目。部員がしかし52人と大幅に増えました。香川県からは坂出商業、25年ぶり4回目、昭和30年夏準優勝、座禅で鍛えた無の精神、甲子園できっと生きるはずです。中国に移ります。山口宇部商業、6年ぶり3度目、前評判通りの出場でした。何点取っても確実に得点を積み重ねます。高校野球にはセーフティーリードはありません。島根からは増田高校初出場、城下町一番町として栄えた増田市から来ました。練習時間が短いのが特徴、要は集中力、勉強も野球も一緒、その通りです。鳥取からは境高校、3年ぶり3度目、境港市は日本海有数の漁港です。先日40年ぶりマグロの大漁で沸きました。大漁旗の応援も来るでしょう。広島からは広島商業、やはり夏はこのチームが出てきました。2年連続17回目、伝統の守りの野球にパワーとスピードを加えての甲子園です。17番目、懐かしい顔です。岡山からは関西高校、昭和23年以来、実に34年ぶり2度目。
野球部は明治28年創部、県下で最も古い伝統があります。近畿に移ります。和歌山みなべ高校、19年ぶり2度目、打線に切れ目がありません。5割を超える打者もいます。チアガールは一気に増えて50人、ワイドな応援ごとを張り切っています。奈良五条市からは智弁学園、2年連続4回目、またまた開会式直後の第一試合です。珍しいことです。上がって何が何だかわからなかったという去年、今年は大丈夫でしょう。兵庫からは東洋大姫路高校、5年ぶり5回目。その5年前は全国制覇、相手はバンビこと坂本のいる東邦高校。堅実な守りで掴んだ甲子園です。和太鼓が入ってきました。大きな拍手です。大阪春日丘高校初出場、私学の壁を破って実に23年ぶりの公立高校の出場、152校の頂点に立ちました。京都からは宇治高校、3年ぶり2度目、粘りのある考える野球がモットーです。去年京都商業が準優勝、京都は確実にレベルは上がっています。滋賀からは比叡山高校、3年ぶり3回目、54年ベスト8、比叡山延暦寺の金峰中堂で駒を焚いての必勝祈願、打力のチームです。北陸九頭竜川に沿って広がる福井平野の中央、人口24万の福井市から福井高校、51年春夏連続出場、6年ぶり2回目の出場です。石川からは星稜高校、2年連続6回目、54年箕島との18回の熱闘はファンの脳裏に焼き付いています。選手の中にも今でもあの興奮が生きています。同期の町富山県高岡市から高岡商業、8年ぶり9度目。ちょっと足が揃わないところもありますが、富山代表は4年連続初戦で負けております。まず1勝が目標です。三重県に移ります。明野高校、2年ぶり2度目。苦しい地区大会でしたが、決勝戦は10安打で9点、差を離しました。岐阜県からは県立岐阜商業、3年ぶり14度目、鵜飼でおなじみ長良川のすぐそばにあります。全国制覇夏1回春3回の実績があります。愛知中京高校、夏は3年ぶり20度目、今年の春念願の甲子園100勝を達成。一つの壁をこのナインたちが破ってさらに弾みをつけます。静岡から静岡高校、4年ぶり18度目。本戦の地区大会からノーシードで勝ち上がってきました。ここに伝統の強みがあります。武田信玄、風林火山の里山梨から東海大甲府、2年連続2回目。侵略すること火のごとし、動かざること山のごとし、守りの城もしっかりとしています。長野マルコ実業、9年ぶり4回目。マルコの町は今年が調整70周年、学校も創立70周年、区切りの年に嬉しいニュースです。新潟工業初出場、ラグビー部に続けが合言葉。新潟市内からの出場は7年ぶり、史上2校目です。市民の期待は当然膨らみます。これまた懐かしい顔が甲子園に戻りました。神奈川から法政2校、21年ぶり8度目、最も参加校の多かったのがこの地区、156校の頂点に本当に久しぶりで立ちました。西東京、日大2校、4年ぶり4回目、4割近い打率、典型的な打のチームです。クリーンナップの左打者が脅威です。強い日差しが照りつけます。東東京、早稲田実業、3年連続25回目、エース荒木大輔をはじめ、ナインの多くは最後の夏です。今度こそ深紅の大優勝旗を、これが合言葉です。このところ猫の目のように変わる激戦区千葉県からは東海大浦安高校初出場、首都圏のベッドタウン浦安市からです。埼玉熊谷高校、31年ぶり3度目、昭和26年甲子園で準優勝の実績があります。ナインがまさか優勝できるとは思っていなかったようです。無欲の勝利とはまさにこのこと。群馬高崎市から東京農大2校初出場、夏は学校創立から20年目で掴んだ甲子園、6年ぶりのノーシード。甲子園でもチャレンジ精神でぶつかります。
栃木は足利工業40番目10年ぶり4回目第1シードの実力通り危なげなく勝ち取った甲子園今年こそと乗り物の街は沸いています。茨城からは鉾田一高6年ぶり2度目学校は今年創立60周年守備の堅いうちの野球でまず夏の甲子園1勝を目指します。郡山市福島からは浅川商業3年ぶり2回目機動力野球をすっかり身につけてきました。宮城からは東北高校2年ぶり12回目仙台七夕祭りは今日も賑わっていると思います。今年のチームは派手さはないが腹が据わっている頼もしいですね。東海大山形山形からは初出場優勝の決まった瞬間まず胴上げは背番号のない2人のバッティング投手でした。縁の下の力持ちたちがまず宙に舞うなかなかいいシーンです。秋田からは秋田経済大学附属高校2年連続2度目甲子園経験者が5人もいます。好投手松本中心のチームから全員の踏ん張りで掴んだ甲子園。岩手盛岡工業2年連続2度目東北新幹線開通北へ北へ人の足は伸びます。北のターミナル盛岡は大きく変わろうとしております。青森からは初出場木造高校津軽半島の付け根西津軽郡木造町から来ました。優勝した瞬間本当に甲子園に行けるのかこれが第一声でした。北海道に移りますあと2校南北海道函館雄斗高校2年連続3回目決勝戦は延長15回3時間50分の熱闘はスクイズでサヨナラ勝ち日は西に傾き風は肌を刺すほどに冷たくなっていました。さあしんがりです。49校目北北海道帯広農業初出場十勝平野の農業の担い手たち何人かは冬はアイスホッケー部に席を置いています。バットをスティックに持ち替えて足腰を鍛えました。参加49校735名の選手たち全てが甲子園に姿を見せました。今日の札幌は23度3分沖縄は28度9分この甲子園が29度です。6月24日全国のトップを切って南北海道札幌地区大会からスタートした地区予選しかしこれほど雨に語られた地区大会はありませんでした。特に九州の大会はひどく大きな被害を出した長崎をはじめ開会式だけ行ったものの肝心の試合がなかなかできなかった熊本佐賀など関係者は日程のやりくり球場の確保に走り回り雨空を見上げてため息と不安の毎日だったといいます。試合も空と相談しての連戦続き参加校が揃ったのは8月2日この日にはすでに甲子園に到着して練習を始めた学校もいました。こうした苦しい状況を乗り越えて精一杯胸を張って行進する49校のナインたちそのナインたちが間もなく整列を終わろうとしております。レフト側から回り込むようにしてテープに沿って選手たちは整列を始めております。あと2校ほどでしょうか。今木造りが入ってきたところです。そろそろ選手の足踏みが始まります。全員が整列を終わりました。80年代を担う若者たちの力強い足音が聞こえてくるようです。さあいよいよ行進のフィナーレを迎えます。ホームプレートに向かって前進します。49校735
35名の選手たち、最も胸を締め付けられる興奮の瞬間です。本当に何か勢いのある波が押し寄せてくるようです。開会式は動から静に変わります。モッキー大会旗を掲揚します。各チームの首相は掲揚台前に集合してください。選手マーレー右、役員選手は脱帽してください。スタンドの皆様、ご起立、国旗にご注目を願います。君が代吹奏、合唱です。日照旗と大会旗が翻りました。今の風は右から左、これは浜風です。ということは天気の方は心配ありません。一本のロープを握り合って49人のこのキャプテンたちが旗を掲揚しました。穏やかな顔がそこにあったように思います。ここにはまだ闘志のぶつかり合いはありません。戦いはこれからです。
社長、開会の挨拶。ただいまから第64回全国高校野球選手権大会を開会いたします。選手の皆さん、諸君は全国3466校、歴史上でも最も多い参加校の中から一戦また一戦を勝ち進み、見事地方大会で優勝を遂げ、今栄えある全国大会に臨まれたのであります。今日からの試合では母校の名誉と郷土の期待を担い、高校生らしく正々堂々最後まで全力を尽くして高校野球の真髄を発揮されることを期待いたします。満場のスタンドの皆さん、この大会が甲子園の伝統にふさわしい、すがすがしい大会になりますよう、一層のご協力をお願い申し上げます。これをもって大会開会のご挨拶といたします。終わり。深紅の大優勝旗を持つ報徳学園キャプテン豊永、彼にとってはこれが初めての甲子園になりました。甲子園に一番近い学校ですが、やはりその道のりは遠い遠い甲子園でした。中心とした京都商業を下し頂点に立ちました。球史に残る壮絶との逆転劇、20年前のあの倉敷工業戦で見せた奇跡のドラマがよみがえりました。報徳学園は新しくもうチームを編成して来年へのスタートを切っているはずです。おととい文部省の中庭で十分に投球練習を行ったという小川文部大臣の祝辞です。ここに第64回
全国高等学校野球選手権大会が盛大に開催されますことを心からお祝い申し上げます。選手諸君、本当におめでとう。諸君は3400を超える多数の参加校の中から晴れてこの甲子園に出場する栄誉を得られました。長い歴史と輝かしい伝統を持つこの大会では、諸君の先輩が若さと気迫に満ちた試合を繰り広げて、国民に大きな感銘を与えてきました。選手の皆さん、日頃の厳しい練習で鍛え上げた力と技を余すところなく発揮して、正々堂々高校生らしい試合を展開してください。そしてこの大会が皆さんの青春の貴重な体験として、これからの人生に生かされることをお祈りしてやみません。スタンドにお越しの皆様、和光土のフェアなプレー、全力を尽くす爽やかなプレーに対して惜しみない拍手を送っていただきと存じます。わりにこの大会の開催に尽力なさった関係者の皆様に敬意を表し、大会の成功を心からお祈り申し上げて、お祝いの言葉といたします。武田勉、日本学生野球協会会長、祝辞。選手諸君、諸君が今日の栄誉を得られるまでの道は極めて困難な過程であったと思います。日本の学生野球は決してただ勝つことをのみ目的としておるのではございません。もちろん野球という競技には自分自らが勤勉にして、かつチームワークの統制を取るための規律を守らなければなりません。しかし、いくら自分が好きで入った野球の道でも、人間である以上、時には怠けたくもなるでしょうし、あるいは時によってはやめたくもなることがあると思いますが、それをよく克服して、青春の情熱をひたむきに諸君の愛する野球に打ち込んで、そうして努力されるから、必ずや技術の向上も得られ、根性も磨かれ、体も強健になって、その結果として勝利を得るわけであります。日本の学生野球が教育の一環として位置づけておるのも、それがためであります。もしこうしたプロセスを無視して行われるならば、それはもう日本の学生野球ではございません。どうか諸君、これからの2週間、
この大会でそうした真の学生野球を見せてください。全国の国民はそれを期待しておるのであります。終わりに諸君のご健闘を祈って祝辞を終わりたいと思います。牧野直隆審判委員長訓示。全国の各都道府県における地方大会は本年は不純な天候のために各地とも非常な困難な環境の下で戦いが行われました。本日ここに49校の選手諸君のこの晴れの甲子園における堂々たる行進、そしてその勢ぞろいを見まして心から嬉しく、諸君に対して歓迎の意を表します。64回の夏の選手権大会はこれまで多くの先輩たちが築かれた輝かしい歴史と伝統に支えられて今日に至っておりますが、その反面、惜しくも地方大会で敗れ、甲子園出場を果たさなかったチームのことも忘れることはできません。今回の参加校数は3466校でありますので、340017校の選手諸君は甲子園への道が開かれなかったわけであります。おそらくこの開会式をテレビを通じて見ておられることと思います。しかしながら甲子園は我々高校野球の大きな目標ではありますが、それよりもさらに大切なことは、すなわち我々の高校野球は第一の目的は平素の激しい練習、そして厳しい試合を通じて、それを通じての人間形成にあります。世の中に役立つ立派な青年を育てるのが目的であります。したがって本日地方大会に敗れてこの甲子園に出場できなかったチームの諸君も、高校野球で一番大切な目的は十分に果たされたものと私は確信をいたしております。幸いにして京都の代表となられた49校の選手諸君は今憧れの甲子園源頭に立たれて、感慨ひとしおのものがあると思います。本日からの戦いに力いっぱい高校生らしい立派なプレーを展開して、多くの高校野球ファンの期待に応えてください。以上をもって審判委員長の挨拶といたします。
選手宣誓です。予備抽選で1番くじを引いた福岡八幡大学附属高校キャプテン川端康志君。人前で歌は歌ったことがあるけれども心配だという話をしていました。試合よりこちらの方が気になるということでしたが、しかしなかなかいい先生でした。選手退場。セレモニーは無事に済みました。選手たちの退場です。左端の方から選手は退場していきます。整然としたなかなか見事な入場行進でした。春と違ってこの夏の大会にはあの花火で彩る華やかさこそありませんが、ご覧のように日焼けした若者たちの熱気が伝わってくるような一種独特の匂いがあります。それはいかにもたくましい男性的なものです。一塁側の退場ゲートから出ていきます。更新したのは49校、地方予選に参加したのは3466校。ご覧のように会場口に選手があふれようとしています。まあ、単純計算で71倍の狭き門です。そのほとんどが甲子園を踏めなかったわけです。しかしそれぞれに地方大会でもドラマが生まれました。連敗に終止符を打った学校、部員が足りなくて柔道部員の応援を求めて戦った学校、船で12時間も揺られて大会に参加した学校、沖縄では初めてろう学校が予選に参加しました。みんな甲子園の仲間たちです。ファンが待っています。会場ゲート、神戸海洋気象台の観測によりますと午前9時現在南南東の風 2.5 メートル、湿度は27度4分、湿度は 71%、 天気は晴れです。今朝の最低気温が24度1分、今日の最高気温が32度ぐらいになるだろうということです。今日は晴れ時々曇り、ところによりにわか雨か雷雨、こういった予報が出ています。観衆が発表されました。5万人です。もうこのグラウンドには残り少なくなってきました。この会場ゲートをくぐりますと、まあ、それまでどちらかというと緊張していた顔、澄ました顔もほころんできます。残る5校の会場です。
この人たちは一つのセレモニーを終わって気をまた引き締めて練習に向かうはずです。5万の観衆が入りました甲子園。ファンの数も随分多くなっていますし、家族の皆さんも待っています。以上で第64回全国高校野球選手権大会の